キャスター・セメンヤは南アフリカ共和国の陸上競技選手。2009年ベルリン世界陸上、2011年テグ世界陸上、2012年ロンドンオリンピック、2016年リオデジャネイロオリンピック、2017年ロンドン世界陸上の金メダリストである。現在は南アフリカリーグ女子サッカーのサッカー選手。セメンヤは 800メートルを得意とする南アフリカの女子中距離選手である。2009年にベルリンで開催された世界選手権では南アフリカ代表として800メートルで金メダルを獲得した。2012年ドンドンオリンピックの開会式では南アフリカ選手団の騎手を務めた。男性のような見た目から 男性疑惑もあったが、両性具有との診断が出た。国際陸上競技連盟は女性として記録を認めている。祖母やコーチによると男性のようなルックスであることから子供の頃からいじめられ何度も性別を疑われていたという。世界陸上2009での金メダル獲得後、前回大会の金メダリストで2位のジェネス・ジェップ・コスゲーに2秒以上の大差をつけ、 今季世界最高のタイムで圧勝したことや、筋肉質な体格、低い声などから性別を疑われ、国際陸上競技連盟は医学的な調査を始めた。9月11日付のオーストラリア市、シドニーモーニングヘラルドなどによると、医学的検査の結果子宮と卵巣がなく、体内に精巣があり、通常の女性の3倍以上のテストステロンを分泌していることが判明し、 生文化疾患が判明したと報じられた。IAAF は人為的なものではないためセメン屋の金メダルが剥奪される可能性はないだろうとしているものの、過去に同様のケースで4人が競技生活を断念するよう求められている。最終判断は11月20、21日の両日に開かれる IAAF の理事会で行われ、セメン屋の金メダルは確定。 性別検査の結果は公表されないと発表した。世界陸上2009の後、セメンヤは非公式に大会への出場の自粛を求められていた。これに反発したセメンヤ側は大会へのエントリーを強行し、2010年3月30日に南アフリカ陸連から公式な出場停止処分を受けた。セメンヤ側の弁護士は国際陸連は 性別問題を法廷に持ち込まれ、判例となることを避けるだろうという想定に基づいて、訴訟を前提として6月第1週までに国際陸連にこの問題に対する決定を下すよう文書で要請した。6月には性別検査をクリアした上で協議に復帰する意向を表明。同年7月6日、国際陸連がセメン屋の女性として、 競技復帰を認めることが公式に発表された。セメンヤ側の弁護士は国際陸連と10ヶ月に及ぶ交渉を重ね、詳細は明らかではないが、画期的な和解に達したという声明を出している。復帰の舞台は同7月にフィンランドで行われた国際競技会となった。国際陸上競技連盟は2018年4月に、 テストステロン値が高い女性の出場資格を制限するという内容の新規定を2018年11月から導入すると発表した。セメン屋と南アフリカ陸連は同規定の無効を求めて2018年6月にスポーツ仲裁裁判所に訴えた。スポーツ仲裁裁判所は2019年5月1日にテストステロン値が高い女性の出場資格を制限する という国際陸上競技連盟の新規定を容認し、セメンヤらの訴えを棄却した。今後、セメン屋が大会に出場するには、テストステロン値を下げる薬の服用が必要とされる。ただし、セメン屋は薬を服用せず、不服申し立てを行う意向を表明している。2019年9月、セメン屋は、ジャニーグ・バンワイクが所有する、南アフリカソフアサソール女子リーグ協会の、 サッカークラブ JVWFC に加入した。ありがとうございます。